チェスボローは19世紀のアメリカ合衆国の貨物船。青森県の沿岸で嵐に遭い、座礁事故を起こした。チェスボロー号遭難慰霊碑チェスボローは、アメリカ合衆国メイン州のバス市で建造された、3本のマストを有する小船である。1889年、神戸と函館で積み荷の石油を下ろし、函館で黄を積み込んで、アメリカへ向けて出港した。10月30日、 森からの暴風によって、青森県斜力村沖の日本海で座礁した。硫黄が荒波に飲まれて、海を黄色く染める中、村人たちは懸命な救助活動を行った。ある船員は、瀕死の状態で海岸に打ち上げられたが、村の女性が人肌で温めたことにより回復した。船員23名のうち生存者は、わずか4名であった。救助の支援を要請するため、 健脚な若者二人が青森県庁まで約6 4トルの道のりを走って状況を伝えた。生存者4名は無事にアメリカへ帰国を果たした。一方、犠牲となった19名も村人の手によって捜索され、手厚く埋葬された。1970年には慰霊碑が建立され、以降津軽市とバス市の両自治体の人々による慰霊祭が続いている。 チェスボローザ症事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。